皆さん、こんにちは。元女流棋士の林場直子さん。今回は、そんな林場直子さんに関する16歳でレイクされた疑惑や死去説からヌードの理由と包協金額についての話をご紹介しましょう。林場直子さんは1979年に当時11歳で女流アマ名人戦に優勝し、奨励会に6歳で入会しました。小学校在学中から米長邦夫会長宅に住み込み、弟子として師事し、1980年に女流2級でプロ入りを果たしています。1982年に初タイトルとなる女流王将を獲得、以降女流王将戦10連覇、美人女流棋士として一世を風靡し、テレビ界にも進出し、1987年末に放送された時代劇タバル坂で西郷柔道の娘桜子役で女優デビューを飾っています。1994年5月29日になると心身ともに疲労を感じ、極限状態にあるので全ての活動を停止ししばらく休養したい、棋士としての処遇は日本将棋連盟理事会の決定に従うとの旨で休養願いを提出。6月9日10日の対局に現れなかったことにより失踪が取り沙汰される事態となりましたが、その後7月18日に滞在先のイギリスから帰国、10月末までの出場停止と約150万円の損害金賠償のペナルティが課される形で処分を受けました。結局この翌年の1995年8月24日に追われるように将棋連盟を去ることとなりました。これについて2006年5月27日に桐谷博人さんが当時の報道の水面下で起きていた事件について、犯罪の片棒を担がされかかったことをお話ししましょう。忘れもしない91年10月29日のことです。昼過ぎに米長邦夫会長からすぐに将棋会館へ来いと言われました。駆けつけると米長邦夫会長は、今から俺の言う通りに書けと言って便箋とペンを渡してきたのです。私が代筆させられたのは米長邦夫会長の愛人の一人に宛てた手紙でした。米長邦夫会長はその愛人と別れようと思ったのか、いついつまでにいくら金を出せということを私に書かせたのです。つまり私は脅迫状を代筆させられたのです。私に代筆させたのは、万が一先方が表沙汰にした時に自分の筆跡ではないと白を切るためです。米長邦夫会長は愛人に飽きてくると途端にドケチになるのです。私はその日一睡もできないほど悩みました。2日後の朝、米長邦夫会長からすぐ自宅に来るよう電話が入り、駆けつけました。米長邦夫会長は、女が絶対にマスコミに手紙を持ち込まないように彼女の息子のことを書き加えろと命じました。私は2時間ほどかけて、息子は夜道に気をつけた方がいいなど脅迫を示唆する言葉を米長邦夫会長が言うままに代筆しました。女癖が悪いだけではなく、愛想が尽きたら手段を選ばない、しかも自分では手を下さずに私に代役をさせる、本当に人間として最低ですと暴露したのです。なお林場直子さんは1998年4月に週刊誌から中原誠さんの愛人スキャンダルを報じられているのですが、この暴露曰く将棋界の女性で最大の犠牲者が林場直子さんで、愛人スキャンダルも米長邦夫会長が関係していたのだとか、米長邦夫会長は彼女が高校生になると一人前になれと言って東京での一人暮らしを命じたそうです。米長邦夫会長は林場直子さんの母親には、林場直子さんが色気づいて女房が二人の関係を疑うから家には置けなくなったと弁明しています。実際は自宅には明子夫人がいるので愛人にできないというのが本当の理由だったのではないでしょうか。ところが将棋界で米長邦夫会長の最大のライバルである中原誠さんに憧れていた林場直子さんは、米長邦夫会長の愛人にはならなかったようなのです。一人暮らしに反対の林場直子さんの父親は米長邦夫会長に5度も手紙を出しましたが無視されたのだとか、それで林場直子さんの父親が将棋会館に現れ、
甲州の面前で米長邦夫会長を罵倒する事件が起こり、米長邦夫会長は林場直子さんを破門に。しかし米長邦夫会長と決別した林場直子さんは、女流名人、王将としてばかりか、タレントや作家としても急成長していきます。ただ愛人にできなかった腹いせに、米長邦夫会長は林場直子さんへの復讐の機会をうかがっていたといいます。1994年5月、密かに中原誠さんの愛人になっていた林場直子さんは、中原誠さんの子を身ごもったと勘違いして、海外で出産するため将棋連盟に休養届を出してイギリスに渡りました。すると直後、米長邦夫会長は将棋会館3階で開かれていた将棋連盟理事会に突然乗り込んできたそうです。そして失踪の原因は父親との近親相関だ、放っておくと自殺するかもしれないと言ったのです。なおこれについてはネット上で近親相関を吹聴した米長邦夫会長自身が16歳の林場直子さんを強姦したのではないかとも言われています。さらに米長邦夫会長はマスコミの知人にも片っ端から連絡し、近親相関説やインド在住の自称神の化身に会いに行くと言って消えたと触れて回りました。正式に休養届を出していたにもかかわらず、マスコミが大騒ぎしていることを知った林場直子さんは帰国しようとします。すると米長邦夫会長が、悪い噂を流している理事会と私が戦っているところなので、今は帰国せず私とだけ連絡を取れと林場直子さんに言い含めました。その一方で記者やマスコミを煽ったそうです。理事会は林場直子さんと急に連絡が取れなくなったため、米長邦夫会長の言葉を真に受けて、林場直子さんに150万円の罰金と約4ヶ月間の出場停止処分を下したのでした。林場直子さんは記者会見を開き、その晩桐谷博人さんに電話で2時間近くも、米長先生に騙されたと悔しそうに思いをぶちまけたのだとか。その後昇進旅行に出かけ、 Y 先生のこと頭に来ていましたが、今は情けない人間でかわいそうな人だなぐらいにしか思っていませんと書いたファックスを旅先から送ったそうです。そうして報じられたのが、林場直子さんと中原誠さんの愛人報道だったのです。連載コラムを持っていた米長邦夫会長と相談の上掲載したとのことなので、米長邦夫会長は二人とも葬り去ろうとしたのでしょう。そんな林場直子さんは2020年2月20日放送のじっくり聞いたろうスター近況マル秘報告ね、お金で天国と地獄を見た女スペシャルが放送された際に、波乱に満ちた衝撃の人生を明かして話題になっています。林場直子さんはプロ棋士のギャラ事情について、ひどかった、女流棋士は保険も入れないし、対局料が1局2万円くらい、それが月に2回くらい、タイトル料も30万円だった。イベントとかで女流王将名人が来ましたっていうことで、それでも5万円くらいと告白。そのため林場直子さんは27歳の時に奨励会を辞め棋士を引退。その理由を、あまりにも対局料とかが安いし理事の先生から怒られたりして嫌だなって思って、これを永遠に続けなきゃいけないのか私はって、海外旅行にも行けないし、最後は将棋がいい加減になっちゃったからと明かしています。1995年には写真集コンフェッション告白でヘアヌードを発表した林場直子さん、続く写真集では包茎手術後の乳房に加え死体も露出するなど過激な行動が目立ち始めるように、林場直子さんはその経緯について、知り合いが将棋雑誌を作ってて資金難になっちゃって300万ぐらい必要という話聞いて、ヌード写真集のギャラが800万ぐらいだと思うよと言われて、じゃあ私がその300万返してあげなきゃいけないって思ってと、将棋雑誌が廃刊になると知人から相談を受けたことがきっかけだったと説明。その後林場直子さんは包茎手術を受けたそうですが、1回目の写真集は大したことなかった、2回目は毛だらけでしょう
3回目はやっぱりちょっと変わってた方がいいかなってと言い、 MC 河本純一さんが誰に頼んだんですかと聞くと、林場直子さんは高須先生、高須クリニックで包経していただいて左右 200cc 入れていただいたんです、 B カップが F カップになった、200万円かかったと、第3弾写真集の話題作りのために包経したとコメント。また騎士時代から父親に通帳と印鑑を預けていたという林場直子さんは、その父がマンションや高級車を勝手に購入していたと明かし、3000万円の一軒家が欲しいと言われた時も林場直子さん名義で購入したといいます。しかし父親の他界後、購入した家が3000万円ではなく1億円以上することが発覚、残りのローン約1億円を背負うことになったものの、2006年38歳の時に自己破産したそうです。そんな林場直子さんについてネットでは林場直子死因死去と検索されているようです。しかしながら林場直子さんが死去したという事実はありません。死去説が流れたのは2017年1月25日に更新された自身のブログで、肝硬変でステージ4であることを公表したからです。彼女が肝硬変を公表したのは今回が初めてというわけではなく、その3年前の2014年2月にも重度のアルコール性肝硬変であることを公表していました。肝硬変が原因で余命1年の宣告を受けた林場直子さんは、お酒の飲みすぎですね、妊婦さんみたいにお腹が腫れちゃう、急に1週間くらいで足も紫色になっちゃったと、肝機能指標ガンマ GTP の一般女性正常値32以下に対し1200を記録して、最も重症なチルドレン C の診断で移植を迫られたことを明かしています。原因はアルコールで、若い頃から飲んでいて、一番元気だった頃はヘネシー2本ぐらい、ワインだと一晩2本くらい、一人でビールは酒だと思ってなかった。ビールは一番最初にピッチャーで頼むんですよ、ピッチャー2つ、大体2つで酔っ払うと驚くべき狩猟を語っていました。重度のアルコール性肝硬変であることを公表したことで、ブログ運営会社のサーバーがダウンするほどのアクセスが集中したとされています。多くのファンからの励ましの言葉を受けて、同年2月22日にブログで、肝硬変はご覧の通りのありさまです、あれでもだいぶ太ったんですよ、病気になって思ったことは、病気の辛さは当然ですが入院が辛いってことでした、外に出られない、好きなものを食べられない辛さ、治るならばいいけど、治らない病気の時はもう少し自由にさせてほしい、3つの病院に入院したけど結局回復の見込みはなく、今は一人暮らしをしています、寝る時は小村帰りがひどくて寝れないし、やっと寝たかと思えば小室帰りでいたたたたって起きます、でもそれでも入院している時よりは全然幸せです、と近況が明かされていました。一時期は入院生活を余儀なくされたようですが、回復の見込みがないことからすでに退院して一人暮らしに戻られていることもブログに記載されていました。その後数ヶ月に1から2回のペースでブログが更新されるたび、肝硬変による辛い症状を、前からのブログ読者ならわかると思いますが、肝硬変の小村帰りは辛いんです。足の裏側全体がビキビキビキと固まって声も出ないぐらいに痛い上に、薬を飲まないと収まらないのです。まあそんな小村がやってきて、私はハグー、その瞬間なんとベッドから転落、思い切りケツから落ちて、今お尻が紫色に腫れておりますと告白、声も出ないほどの痛みが体を襲っていることを明かしています。ただ2017年2月時点で余命1年と言われており、ブログ更新が半年止まったことから林場直子さんが死去したという噂が出たようですね。しかし医師の見立てによれば、もはや手遅れの状態のようで、4年前の記事の時点ですでに厳しいコメントがなされています。ただ2020年に番組に出演した際には、塩分は控えてます、醤油は使わない、だいぶ回復してチルドレン C から A になったと、お酒を飲まず食生活を改善したことを明かしており、
出演者全員から「よかった」と拍手が起こり、胸だけが B から F になりましたけど、こっちは C から A になった方がいいですからね、縮んだ方が、とツッコミを入れられ、笑いを誘っていました。いかがだったでしょうか。今回紹介した林葉直子さんに関する16歳でレイプされた疑惑や死去説からヌードの理由と包協金額についての話はここまでとなります。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。